ご視聴ありがとうございます。たっちゃん日記です。本日悲報っていうことでちょっと悲しいお知らせがございます。以前の動画でミジンコ生活始めますってことで、ちょっとこの今映ってるたらいの中に知人から譲り受けたミジンコが発生するという魔法の土をですね、入れて水を張って、もうかれこれ2週間以上経つんですけど、未だに発生せず。ということでですね、何が言いたいかって言いますと、俺はこの2週間ただ土を眺めているという、眺めていたという、ただそれだけという悲しいお知らせです。あ、これなんですけど、選別漏れしたやつとか結構いろいろ入ってます、この発泡スチロール。でこっちがですね、金魚さん鯉も入ってますね。今度水きれいにしたらしっかり移します。グリーンウォーター化してるんですけど。で雨水対策ですね、これ見てもらうと分かる通り全然溢れたりしてないんで、まあバッチシだったのかなと思います。問題はこのミジンコ発生装置ですね。ちょっと悲しいです。俺は一体今まで何をしてたんだろう、そんな気持ちにさせられました。それでちょっと飼育水の方に、このタライたち飼育容器の雨水が入ったんだと思うんですけど、ちょっと若干濁りですね。まあ濁りの元って結構いろいろあって、タンパク質だったりまあいろいろあるんですけど、多分これは雨水が若干入っちゃったせいでこうなったんだと思います。で一番端のベニアザミだけなぜかクリアウォーターっていう、めちゃくちゃまあこのままちょっとしばらく様子見ますけどね。あーショックだわー、何してたんだろう俺。ガッキーが星野源だっけ、あれと結婚したのと同じくらいショックだわー。何やってたんだろう俺。いやこれからはですね、ちょっと PSB 主流になして飼育していくんで全然問題ないんですけど、稚魚の方とかも。まあちょっと今日はそんな感じでですね、皆さんには俺の愚痴を聞いてもらいました。ごめんなさい、本当にごめんなさい。ということでここまでご視聴ありがとうございます。ここまで付き合ってくれて本当にありがとうございます。次回もよろしくお願いします。バイバイ。